だかうなだれているおかゆ。今日はシャンプーの日です。いってらっしゃい。爪が服に食い込んでる。ドキドキ。こちらが本日のお湯になります。ただのお湯です。怖くないよ。優しく濡らしていきます。顔がこわばっています。隅っこに逃げちゃいました。桶からお湯をダバー。平気そうです。お湯飲んでる？お風呂にドボン。また飲んでる。お湯おいしい？肛門腺絞りからやります。すごく喋るね。はい、肛門腺絞り終わりです。あわあわしていきます。撫でるように優しく洗います。言うけど暴れないのでとてもいい子です。おかゆ自らお手手をきれいにしています。頑張れ。スポンジは舐めないでね。顎もしっかりきれいにしましょう。よく一緒にお外にお出かけしていたので想像以上に汚れていたみたいです。全然泡立ちません。真っ白に見えるけど君汚れてるんだね。顎は入念に。ちょっと気持ちよさそうです。泡を流していきます。音をすごく怖がるので洗い流すときもシャワーは使いません。いい子だね。
濁ったお湯を入れ替えます。ちょっと待って、誰？どちら様でしょうか？スフィンクスみたいになっちゃいました。あったかいね。大きくなったと思ってましたが、こんなに小さかったんだな。毛がないとこんなにスマートに。静かにお湯に浸かっています。あったかくて気持ちいいのかな。かわいい。よく頑張りました。乾かしましょう。しっかりタオルドライしようね。ドライヤーも怖がるのでこれで乾かします。おとなしくていい子です。怒られちゃいました。おやつ食べて機嫌直してください。今のうちに急いでブラッシングしとこう。胸元も乾かそうね。これ好きみたいです。気持ちいいね。今までで一番平和に乾かせました。ご褒美の時間です。本当によく頑張りました。相変わらず怖い顔だね。疲れ果てて寝ました。ゆっくり休んでね。